日本埼玉県上尾市平方平方は、埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは、平方地区で分類されている。郵便番号は362-0059。開発があまり進んでおらず、畑や田んぼが広がり、広大な河川機もあるなど、農業的土地利用の比重が高い地域である。面積は3.2521平方キロメートルで、上尾市の町、地では、 最も広い。埼玉県東部で、上尾市南部の主に、大宮大地上に位置する。東側を平方両両家や上野、南側を西海塚や埼玉市西区、方来、西側を荒川及びその急流路を挟み、川越市東本塾、上老井袋、中老袋や引群川島町で丸中号、北側を安積地や古敷屋と隣接する。南側では、 川越市古谷城のほか、埼玉市西区、宝来や、桜木や、峯岸や、中区議の飛び地ともわずかに隣接する。また、荒川の河川区域内に、ほぼ全州を川越市に囲まれている飛び地もある。ここにはかつて屏風沼があった。大正昭和初期に行われた荒川の河川改修により、右岸側に飛び地化した地区があり西の橋で結ばれる。地区は、 川越揚げ線、お及びその旧道の沿線付近や、西揚げ第二段地の南西部を、除き市街化調整区域で、屋敷林や二十歳が多く見られる土地である。地区南部の荒川の堤防付近やその定外地には、中石平野が広がり水田地帯である。定外地のほぼ全域は、荒川近郊緑地保全区域に指定されている。また、地区の北端を、長堀中央を、西の排水路、 南端を、上尾中堀川が流れる。鉄道駅は周辺になく、路線バスの要所となっている。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡平方領に属する平方村であった。古くは、中世末期より見出せる、立花里見和僧に属したという。商法年間頃までは、平方町と称されていた。村高は、商法年間の、 武蔵国伝園簿では704国余り、玄禄号町によると712国余り、天保号町によると785国余りであった。活性期の個数は130件で、村の規模は東西12町余り、南北19町余りであった。荒川流域の平坦な地が地名の起源である。馬定寺には寺領15国が与えられていた。荒川には、 平方菓子が設けられ、周運で栄えていた。1875年の農業産物港は、武蔵国軍孫氏によると、米272国、大麦986.7国、小麦208.8国であった。平方村石倉醤油醸造場と平方にあった、工場。河川に架か,かる橋は海平橋。2017年10月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。開閉橋地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は、柿バス利用で高崎線上尾駅である。駅から遠くと保険ではない。平方は、バス路線の要衝で上尾駅西口のほか、大宮駅西口、差し大木駅西大宮駅北口方面や、 川越駅方面への路線バスが多数運行されている。過去には、東松山から西吉見、南吉見、昭賢屋、八歩、三保谷、出丸、平方を経由し、大宮に至る東部バスの路線が設定されていた時期があった。旧、平方村で、村内にある神社の合祀が1908年5月に行われた。合紙先は平方の氷川神社で、 1909年9月25日に、豪子祭が挙行され、立花神社に改称された。立花の社号は、平方村が古くから、三和草立花の里と称されていたことにちなむ、あげお丸山公園。ありがとうございます。